敵は我らの退路、小子峡を狙ってくるはず。我らは先にそちらの危機を除きます。この合皮は殿より預かりし地、孫悟などに渡しはせぬ。城を攻めれば長領も焦って出てこよう。我らはこのまま合皮城へ向かうぞ。おい、あんた頼むから足を引っ張る。あんたの考えなしにはいつも迷惑してんだ。なおめえこそ下手打ったりするんじゃねえぞ。いけるか、孫作殿。孫権殿は今大しく戦っておられる。ならば俺はこの戦に神明を落とす。孫作殿の道を継ぐ若き虎の孫賀となろう。ダメだ、どうしようもねえ。今です、敵を分断します。超分断、いざ参る。助けてくれ。敵の策にまんまと乗せられたというのか。いや、まだいくらでも挽回できよう。まずは長領殿、西から進んで奴を狙え。ここは加勢しておくべき。友軍と合流する。続け。さあ、ここまでだ。もうあんたらの勝ちだ。敵の増援が到着したか。もはや数を頼んだ攻めはできんな。報告、敵将が本陣を目指し急行中。すごい勢いです。このままでは本陣が。みんな無事でいてくれ。なんということだ。まさかこのような事態になろうとは。なに、本陣が落ちただこれ以上の戦はこちらの犠牲が増すだけだ。みんな撤退を開始せよ。ちくしょう、こんなことになっちまうなんてよ。こりゃ意地張ってる場合じゃないか。おい、あんた、俺たちで殿を守るぞ。おう、うちの大将だけは絶対守り抜くぜ。ここまでか。すまんが、俺は引かせてもらうぞ。見事だ。その調子で奮戦せよ。おお、大使人、無事だったか。尊敬する。すまない、俺の力が及ばぬばかり。これは私の慢心が招いたことだ。お前が無事で本当によかった。本陣や南の拠点にはまだ味方がいます。なんとか救い出せればよいのですが。お見事、さすがの貫禄勝ちってところですね。この危機の中、助けに来てくださるとは、かたじけない。俺に任せろ。さあ、急いで撤退するのだ。我らもすぐに後を追う。援軍とは願っ。孫権、その首、捉え受ける。さて、
ぞ超量超人間がお相手しよう。まだそれほどの力を残していたか。だがこれで終わりではない。大使すまぬ。生き延びればそれが私の務めなのだ。大使じゃ。俺に任せ。お見事、見せつけてくれますな。その勢いは誰にも止められますまい。本陣への門は閉ざされているか。崖を登って脱出するしかなさそうだ。私がいなくてははしごが。このままでは皆が逃げられない。俺に任せろ。ありがとうございました。これよりはしごを準備いたします。殿を脱出地点にお連れすれば、孫悟は殿を失うわけにはいかんのだ。そこまでだ。貴公はこの超軍煙が逃がしはせぬ。孫悟領殿、ご無事で何より。うん、皆のおかげでな。お前たちも無事で何よりだ。ちくしょう、まんまとやられちまったぜ。たく、どこかの誰かさんがもうちょっと賢く動いてくれりゃあね。やり直したいね。まったく孫悟の力は本当はこんなもんじゃないっつーの。落ち着け二人とも。今日は敗れたとはいえ、まだ戦乱は続くのだ。生きて戦い続けるお前たちがその調子では散っていった者たちが安らかに眠れんぞ。ああ、両盟の言う通りだな。ここまで私たちは多くの仲間の犠牲の上を進んできた。それを無駄にしてはならん。進むぞ、みんな。強くなるぞ、今よりも。先に散った者たちの思いとともに、我々は乱世を超えるのだ。